殺すな。行こう。別ルートを探す。間に合わねえだろう。らしくねえぞ、ヒーロー。スノーさん、ハルスのルシナンス。ああ、悪い。だったらなんで。なんですぐ会いに来てくれないんすか。あんたの帰りを待ってたよ。パージで生き残ったみんなもです。しかし、ハルスのパルシも見る目ねえな。ああ。こんなバカを留守にするなんてな。おい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 。なんだよそれ。バカねだろバカは。振り出しだなヒーロー。町のみんなは私らに任せな。悟空を守ってください。守りましょうみんなで。俺たちノラはパルシよりも強い。クリスタル。おいおい、国運の崩壊が始まったのか。オーファンが戦闘の激しさに耐えきれなくなっているのかもしれません。神が目覚めようとしているな。すぐ寝かしつけてやるさ。騎兵隊を阻止できるかな。彼らは自由のためだと信じてオーファンを撃つだろう。止めるには彼らと戦い殺すしかない。お前と違って話の通じる相手だ。だといいがな。私は最上の席で国運の死を楽しむとしよう。お前たちも早くセントラルにたどり着くといい。家族に会いたいだろう。願いは全てそこにある。願いなんて決まりきってる。奴の体に刻んでやるさ。
ここが国運の中心。さすがにすごいね。国運全土のファルシをコントロールするファルシエデン、それを支える膨大なエネルギーの塊ファルシオーファンもあそこに。作戦は？正面突破以外何がある？おい、正面って姉ちゃんよっ。獣同士仲良くするか。またか。今度は何でしょう。武士として迷う暇も与えねえってか。ロッシュ、私の部下は皆さん、なんだってここまで。私はファルシの指示に従い多くの犠牲を強いた。それがパルスを恐れる民衆の望みだったからだ。ファルシに頼り切った市民の生活を、希望を奪うことはできなかった。たとえそれが偽りであったとしても。じゃあファルシに飼われてることを知ってて。歴史の中、いつか国運の繁栄につながると信じていた。だが歪みは歪みを生むだけだったな。これが報いならば受け入れよう。カッコつけんな。そうやって途中で投げ出すのか。そうだな、まだやれることは。私だ、サイコム管理官のロッシュだ。サイコム各部隊および全警備軍に告ぐ。ルシ討伐は中止。繰り返す、ルシ討伐は中止。以降は住民の避難を最優先にして行動してほしい。ただしこれは命令ではない。私個人の希望だ。ロシュ、行け。国運を守りに来たのだろう。あの言葉も偽りか。生き延びて見届けろ。you
人間を信じよう。見届けなくと。